フランス国鉄 141R 型蒸気機関車は第二次世界大戦後に米国で作られたフランス国鉄の蒸気機関車。第二次大戦後、フランスでは輸送力が逼迫していた。しかし、製造基盤は打撃を受けていたため、米国とカナダから輸入されることになった。設計はアメリカ合衆国鉄道管理局のライトミカド型を元にしたグリーンウェイ ウエスタン・レールロードで良好な実績を上げていた、ミカド型を SNCF の企画に合わせた。連結機を欧州型に変え、バッファーをつけ、運転席を左に設置、ノール型煙室扉、キルシャップ排煙装置が備えられた。1945年2月、1から700号機が機関車がアメリカンロコモティブ社、ボールドウィンロコモティブワークス社。 ライマロコモティブワークス社に発注された。700から1 3 4 5機がカナダのモントリオールロコモティブワークス社に発注された。最初の700両は1945年にビッグ3であるボールドウィン、アルコ、ライマの3社に発注された。2段目の640両はカナダのモントリオールロコモティブワークスが加わった。これらの2回目に納入された機関車は 最初の一段が石炭滝であったのに対して、予熱された重油を燃焼する構造になっていた。戦後、良質の石炭の供給量は逼迫しており、SNCF は毎年900万トンの石炭を消費していたので、重油滝が強く望まれた。重油を燃料として使用することは石炭を節約し、労働条件を改善するものだった。重油の補給は7 0 0トルで、 従来の4 0 0トルから伸びた。機関士は、重油抱きの機関車をマズーティアーズ、またはシャーバニーアーズとニックネームで呼び、同時に乗務員はレグウドロニューゼスと呼んだ。第二次世界大戦後、アメリカの製造会社は、戦時生産により生産力が増大していた。1945年7月から1946年5月までの、わずか11ヶ月で、 最初の700両の 141R が生産された。生産は9月から1月にかけて、最高潮に達して2月、3月から5月にかけて、徐々に減少した。平均すると1日あたり3両生産された。一方、フランスでは1948年1月から1952年7月までで4年、かけて34両の 241P を生産した。 1975年10月19日、最後の SNCF の 141R であるベニス機関区の 141R1187 が特別列車リオンからベネツヤまで運転された。4両のナボネ機関区の機関車は1973年11月から1974年4月までヘレニックステート鉄道に貸し出された。141R の名称は 軸配置が1から4から1であることから付けられたものである。R はアメリカから輸入された機関車であることを示す。ありがとうございます。